どうも、東圭司です。すごいね、なんか原点回帰だよね。はい、話すこといっぱいあります。キングダムハマりました。あと、シャッターのガラスの向こう側に雲が、雨戸とガラスの間に雲がいるっていうね。あー、まあすごいね。今回大きく話すことはこの2つです。いや、いるんだよ、雲。超でけえの。こんなでけえの。ほんまね、俺の手のひら。多いお茶で比較するか。ほら。ね。バチクソでけえ。タランチュラかと思った。うん。ふさふさじゃないタランチュラみたいな。うん。で、毛刈りされたタランチュラみたいなやつがダーンっていてさ、ヒーって思って。でもね、そういうのあるんですよ。でも多分そいつは本物なんだけど、前もね、まあ向こうってわかんないだろうけど、まあいたんですよ。ゲジゲジだーって思ったけど、シュンシュンみたいな、すごいとすんな。まあ、なんかね、ヘリじゃないんですけど、出っ張りがあるんですよ。まあここ壁ですよ。壁で出っ張りがあるんですけど、ゲジゲジがこうやって言って、俺が見て、カメラ構えた瞬間に、ピューピューって速度で行って、一回、クルンって言って、戻ってくるかなと思ったら、消えちゃったんですよね。多分それ幻覚なんですよ、なんか。でも雲もね、いなくなっちゃったんですよ、すぐに。ね、まあ俺が歩いてから下に行くかって、スッスンみたいな、みたいな速度なんですよ。やっぱ俺幻覚なんですよ、なんかね、多分俺統合失調症に片足突っ込んでるっていうか、まあそういうのあるんですよ。多分そうだとは思うんだよね。だから直さなきゃいけないのにね。だからどんどん悪くなっていってるからさ、早く。これ冗談で言ってるんじゃなくて、本当にそういう毛はあるから、診断しなきゃやばいけど、昨日のはさすがにリアルすぎたから多分、本物なのかな。だとは思うな。いやー、怖かった。でもあんな早いか、雲って。シュンって、ブーンって出てきた。バーン、バーンみたいな速度でさ、なんじゃそれっていう速度で、いなくなっちゃって、パパパパパパってムシムシって言ったらもういないんすわ。って虫ってそんなすばしっこいの。さすがに。でもあれは違う。あそこにいたやつは多分俺の単純幻覚。あの速度は幻覚。うん、なんでかって言ったら真っ白な壁なんですよ、うちは。落ちるはずがないです。落ちたとしてもスッて分かるんですよ。うん、なんだよって思うね。怖いね。でもその隅っこにいるか外に出てかなんですけど、嫌だね。で、キングダムにハマった。ネットフリックス俺入って、なんか面白くないなって思って、バキ。ネットフリックスで俺が全部見たやつってなんだっけな。あ、まあいいや。わかんねえけど、まあいいや。なんかあるかな。マイページで履歴とか俺が見たアカウント情報とかあるかな。なんだ。でれつつでれ。要は、あ、最近のアクセス視聴履歴。パソコン全部パソコン。そっちのそっちの。はい。明日汚いですね。マイリスト、マイリスト、まままままままマイリスト。マイリストは水曜どうでしょう、ひとし松本、滑らない話、水曜どうでしょう、ボスベイビー、バキ、サイキクスオの災難、入れてるけど見ねえよ。うん。いや、もうキングダム見ちゃったんだわ、第2シリーズまで。4日くらいで全部見て、超絶面白くて、これから、今僕ね、全財産、まあ、1万円とそれがし、1万5千円くらいあんのかな。全財産はたいて、漫画全部買います。あ、漫画全部買いません。見て、アニメ見た後の25巻以降、買います、全部。で、お小遣い0円になります。きついよ。うん。でもね、しょうがない。面白いから。うん。買わなきゃいけない。電子版。だから、ブックオフ行こうかなって言って、ちょっとお母さんの帰りを待ってるっていう。で、もお母さんすごい仕事に疲れてるんで、まあ、今日はバタン休なんですよね。今日が一番辛いんですよ。2連チャンで昨日行ってね、夜勤に。体酷使しすぎですよ。そんな勢いで行って、今日バタン球だから、そういう一番大変な時にね、俺はなんか、人が一番大変な時に頼み事しちゃうような人間なんで、危ないですよね、これ。なんか、狙ってますよ、心の中の悪魔が。
いますね。まあいいや、また今度にするか。ブックオフで100円とかで売ってねえかな。もしブックオフで100円で全部売ってたら2600円だよ。だいたい、27巻分買うのか。まあそんな最新刊はそんな安くはねえけど、まあ2600円で買えちゃうかもしれない。もし全部100円だったらね。いや、俺の分だけみんな残してほしいな。なあ、めんどくせえ。あ、まとめ買いで26巻以降全部買えねえかな。めんどくせえから。高いな。びっくりしたけど、キングダム。なんでそんな高いの？え？って思っちゃうよね。値段、500？ 27 円。単行本は550円とか、だったよね。電子書籍でも500。あの、なんか最新刊はすげえ高いんですよ。最新刊だけアホみたいに高いんですよ。20円か。まあ、一冊なんか1円で買っ、本当に、少年マガジンも高いからもうね、買えねえわ。もう、YouTube 税になるわ。俺はね、決めてるんですよ。違法視聴は YouTube 以外じゃ絶対に見ないっていう。いや、YouTube ならいいかなっていう、そういうダメな考え方があるんですけど。うんち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 パパラパパラレイヤーパパ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 ラレイヤーデレ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 デコミックス583円。 なんで急に50巻以降から高くなったんだろうな。 When to talk to lots of nipple one and one runs down バンバンバンドバンランスドホーウェルランサウンドダウンドドゥ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 ルルルでペペ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 で、キングダムなんかアマゾンプライムビデオであるじゃんと思ったらね、出ました、利用不可。ファックですよ。なんなんだよ、腹立つよな。ネットフリックス入っててよかった。あ、食材の相馬、これね、エピソードレンタル1枚200円。ネットフリックスだと全部ね見れます、普通に。でも俺、食材の層もあんま見たくないんで。あー、もう面白いよ、面白い、キングダム。もうこんな見つけたくなかった。超面白いんだよ、キングダム。出てくるやつらも可愛いしな。教会と下稜店最低ですね。最低か、最高だな、うん、いや可愛いな、出てくるキャラも。くそー、でもいいよね、なんかすごい直球に。うわ、教会よく見たら可愛いって。なんでみんなあんな直球に可愛いっていうのは、そういうとこはいいですよ。幼女選挙なんか見ない。そのね、アニメディスりじゃないんですけど、やっぱ俺はねジジイなんで、なんかその女女幼女幼女全面に出してくるやつ見れないんですよ。なんかそういうアレルギーみたいなのがあってね、うん、アニメはなんかそういう凝り固まった考え方があって、分解して見ないんですよ。もう一つのものとしてバーンって、俺表面しか見ないで。俺7つの大罪も結構好きだけど、あの7つの大罪メンバー言えませんでしたから。マリーンもマーリン、マリーンって言ってたか、マーリンだよね、あれマーリンね、分かんない、覚えてないんですよ。ゴーゼルも分かんなかったんですよ。なんか今日のスカイピースのとこで、あ、俺やばいなって言って、うん、やっぱ俺、でもね、違うんですよ、俺ね、な、最近やってないですけど、空想ワンピースに脳みその量って取られすぎてるんですよ。5テラバイトくらいの空想ワンピースの情報が頭にぎっしり詰まってるんですよ。今そのね、いや、まあ空想ワンピースの話久々にするか、話すことないから。ということで、終わります。